ショーの時間です。さあ、イエスさん。いや、何ですかこれ。私がいた某農業高校の朝の風景です。オリーブの首飾りを聞くと未だにざわっとします。11投目、農業高校。てなわけで、母校である北海道立某農業高校にやってまいりました。農業高校の思い出話をいっぱい聞いちゃいましょう。で、校舎が見えませんが。ああ、うちの学校の面積110ヘクタール以上あるんで、隣は原生林だし。こちらは私がいた酪農学科の授業内容になります。作物に畜産に食品製造。農業高校ならではの特殊教科がいろいろありましてね、それらをたくさん学ぶために一般科目の教科書はこうなります。うっす。そんで畜産の教科書はこれ。ゴムと。こんな感じで農業以外どうでもいい感が否めない我が母校ですが、それを象徴するような伝説の英語教師がおりましてね。イギリスから来たスミスさんだ。本場の英語を聞いて力をつけてくれ。 Hello, I'm Mr. Smith. I'm from England. The United Kingdom is an island country comprising England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. By the way, the official name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The capital is London, and the official language is English. But the people also speak Welsh. 先生、スミスさんはなんて言ってるんですか？わしにもだから。この学校大丈夫すか？百姓貴族。さて、ここからは某農業高校の一日をご紹介しよう。起床の時間です。さあ、イエスさあ。農耕生の朝は早い、元気な一日の始まりだ。この学校では1年生の1年間寮生活をしながら持ち回りで当番実習、つまり家畜の世話をすることになっている。7時には寮に戻り朝食、食のありがたさをかみしめる。その後は寮から学校へ移動して授業が始まる。窒素とリン酸とカリウムが。先生、それ作物の授業でやった。いい、農業肥料は窒素とリン酸とカリウムが。先生、それ科学の授業でやった。今日の実習はこの可愛い子豚ちゃんの去勢です。下まとります。オス特有のホルモンが出なくなることによりお肉が柔らかく。今日の弁当何？豚の生姜焼きだ。このタイミングで。しかし食わんと体が持たん。やめんなこれ。This is a pen! お豚方そうした。お前ら手伝い。そして授業が終われば放課後の当番実習、部活動、寮に帰って入浴、夕食、卓球。消灯。シャッ！やっべ、宿題やってれ。まあ、いっか。といった毎日が続くわけですね。一日の半分以上は肉体使ってません。ともかくお百姓さんの心と体は学生の頃から鍛えられてることが分かりましたよ。あの生活を通して立派な農業マシンに仕立て上げられたような気もしますが。しかしあれだけ体動かしてたらグレる暇もないですよね。盗んだバイクで走り出すみたいなこともなさそうというか。ああ。そこは盗んだダンプで走り出すになりますね。バイクじゃ勝ち目がない。